リス、アリス、アリスってば。え、どうしたの、ぼーっとして。いや、ワルプルギス世界から帰ってきたのはいいけど、こっちは平和だなと思ってさ。確かに平和だとちょっと退屈だよね。うん、平和が悪いってわけじゃないんだけどさ、あの冒険を思い出すと。刺激が足りないっていうか、うん、あの、すいません。あ、ルナちゃんのお母さん、どうしました？今日って会社の人はお休みなんですか？え？普通に出社のはずですけど。それが、誰もいなくて、今日ルナの撮影のはずなんですけど。あれ？いないね。あ、リンゴ？変なの、うん、行こう。他の部屋かな、ね、ここにもいない。あ、リンゴだ。こっちも。なんでだろう、このリンゴって奇妙だね。みんなどこに行ったんですかね。ほら、いないですよね。ママ、アリスお姉ちゃんと少し話していい？ダメよ、今大事なお話してるんだから。それじゃあ仕方ないな。ルナルナな、ルルナマジック。え？お母さん消えちゃったじゃん。もしかしてこれって魔法？えへん、私こそめめ先生の一番弟子、心やるなよ。めめ先生の一番弟子？ということは、あなた私と同じでワルプルギス世界から来たの？今回のターゲットが金曜の夜に取引があるという情報を得た。分かってるわよね。確実に仕留めるのがあなたの仕事よ。ああ、俺様が一度でも外したことがあるか？指図されるのは好きじゃないんだ。あんまりくどくど言うなよ。口が過ぎるわね。いいから早く仕事してきなさいよ。ジャバウォックのやつ、いつか痛い目見せてやるわ。
こんにちは、東雲です。今日撮影ですよね。東雲です。あれ、めめさんだ。めめ先生、あら、ここにいたのね。今日撮影なんだけど、他はいないのかな。そうなんです、私とアリスとルナの3人だけになっちゃって。ちょっと待って、ルナっていうのは誰のことなの。あなたたち2人しかいないけど。え、消えたの。ルナちゃんはめめ先生の一番弟子って言ってましたけど。私の一番弟子はあなたたちよ。ルナなんて子は知らないわ。さっき言ったよね。なんで。守るドアの鍵でたらめ、外
かしい物語だめあてもライオンは強い生き残りたい遠に暮れてきらり枯れてゆく本気のからそしてこちらはヤバヤバなビッグニュースだよみんなよく見ててねおめでとうございます。もうねさっき歌を聴いててねいや心のねふるさとの金銭に触れましてねおおっと思いましたよ。本当ですか。やっぱり愛と優しさがこもってる。愛と優しさがこもってる。ありがとうございます。あと佐藤重直監督はあの思いっきりテレビや俺たちの旅の監督をされているあのもう皆さんが見たことある作品の監督で有名な方で嬉しい泣いちゃいました。ごめんな。私の映画も作っていただけるんですか。はい。あ本当ですか。よかったら宮崎鈴鹿主演で。はい。本当ですね。はいって。はい、はい、ありがとうございます。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Suzuka. Happy birthday, happy birthday to you. もうマネージャーからの映像のサプライズ本当にびっくりしてステージ上で私泣いちゃいました。マネージャーさん、住職さん、ありがとうございます。そしてその後さらにバニラさんと NFJ さんからのケーキのサプライズ、ピンクでとっても可愛かったな。突然始まる旅はきっとあなたのせい。時間が来ちゃいました。私がこうやって活動できてるのもいつも応援してくださってるファンの皆様のおかげです。みんないつもありがとう。ワンちゃんから転生してきたクミです。ワンワンパワーで頑張ります。にらめっこ対決いきます。いきます。せーの。にらめっこしましょう笑うと負けよアップップと優勝です。やったーやばーやった勝ったー結果発表
20秒獲得しました。それでは早速ですが、20秒獲得したピナホワチーム宣伝してもらいたいと思います。どうぞ。はい、ピナホワは18年続く老舗メイド喫茶です。このピンクのメイド服が目印となっております。個性豊かな可愛いメイドちゃんたちがご主人様とお嬢様のご帰宅をお待ちしております。ポメとひまわりでした。ぜひお越しください。ここに来てみて、チョコレートチョコレート、チョコの甘い魔法、チョコレートチョコレート、溶けないようにね、チョコレートチョコレート、心の奥底、チョコレートチョコレートパラダイス。ちゃんいるっけ、うん、緊張すると字忘れちゃう。れはこと、うん、姫姫姫、うん、うん、イエーイ、できた。じゃあゆうちゃんからサイン書いていこう。はい、こんな感じ。うん、じゃあ書きます。うわ上手するかわいい。はい、はい、わーい。じゃあ、はい、ここ、はい、かわいい。メガネになっています。ほんとだ、すごい。はい、え、すごい。ひまわり描いてる。え、おしゃれ。かわいい、かわいい。顔がある。かわいい。どうしよう。あかわいい、かわいい、かわいい、かわいい。わたしたちのサイン色紙がこちらピナホワさんに飾られています。ぜひ見に来てくださいね。そして番組のツイッターをフォローとリツイートしていただくと私たちの集合チェキが当たります。詳しくは公式ツイッターの方をご覧ください。世界初のアーティストグループ令和琴姫。私たちはその琴の魅力を世界へ伝えるため日々奮闘しているのであった。フリフリドル&タイムマシン。おはよう。どうしたんですか？ん？今ね、今ね、動物の鳴き声をちょっと入れてみたんだよね。動物の鳴き声。じゃあまずサーメロから。はい。はい。私が好きなのは馬です。馬やります。はい。かわいい。私は猫が好きです。にゃーん。うん。はい。上手。私はですね、当ててください。いきますよ。モフ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 。笹。喋る？は？パンダです。はい、私も猫が好きなんですけど、さっきセキヤちゃんが猫やったから、私は悪い猫をやりたいと思います。悪い猫。わー。
悪いね。悪いね。マグロ狙ってるわ、はい。私の好きな動物はオコジョです。ああ、ぽい。かわいい。かわいい。似てる。でもかわいい。かわいい。はい、私のモノマネしたい好きな動物は大型犬です。おお、大きい、うんうん、上手。私はアヒルが好きです。グワ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 。あれ似てるでしょ。アヒル、アヒルってふわふわって鳴くの。鳴きますよね。え、山崎どう思う？アヒルってふわふわって鳴く？はい、はい。多分、はい。そうだと思います。わかりました。まあね、面白いのもあったんだけど、そうだな。まあ、Thank you.